日本改革党靴澤と申します。私実は河野太郎デジタル大臣に220万円払えと訴えられております。河野太郎一族の日本端子という会社がですね、中国国内に3つも子会社やれているので、中国共産党の言いなりである、中河野一族は中国共産党の犬であるとですね、書いたところ、河野太郎デジタル大臣に訴えられてしまいました。現役の大臣が私のような一般人に220万円払えと、びっくりしました。私が書いたものはですね、1日に2000ぐらいの閲覧数しかないものであります。100万人からの読者がいる、100万人からの人が目を通す週刊文春などとはわけが違います。文春さんを訴えるような時でもですね、まあせいぜい1000万円ですよ。それがですね、閲覧数2000ぐらいの私のブログに対して220万円払えと、これはふっかけすぎなんじゃないか。河野太郎デジタル大臣、怒ってるなと思いましたけれども、バカにバカって言うとすごく怒るんですよね。まあそういうことなんじゃないかと思っておりますけれども、河野太郎のようなですね、中国で商売やってるようなやつを大臣に任命してるのは自民党ですよね。69年前に自民党ができて以来ですね、改憲します、憲法変えますと言ってですね、投票してもらって一言一句変えられてないのは自民党ですよね。やるやる詐欺の詐欺政党なんじゃないか自民党はと思うわけであります。あとですね、世界中どこでもやってないような外国人生活保護、これを続けてる、やめさせられないのは自民党ですよね。 NHK のようなおかしな存在を許しているのも自民党です。放送法ができた頃ですね、テレビ局 NHK しかなかったんですよ。ですのでテレビを買うということイコール NHK を見るということだったので、受信料制度まあいいかとなったんですけれども、今では NHK 以外に見るものがたくさんあります。民放各社も NHK に相次いで設立されました。ですけれども、テレビ局が NHK しかない時代の制度、受信料制度を未だに続けているのは自民党ですよね。それと皆さん、テレビ局、新聞の子会社しかないのおかしいと思いませんか？日テレは読売新聞の子会社であります。テレビ朝日は朝日新聞の子会社です。フジテレビは産経新聞の子会社、テレビ東京は日経新聞の子会社、 TBS は毎日新聞の子会社です。テレビ局が新聞社の子会社しかない、おかしいと思いませんか？他の業種の参入を許さない、守っている、たったの5社しか民放がない、これを許してんのも自民党ですよね。やはり、最近 LGBT 法なんていうものを作ってしまいましたけれども、あれどう考えてもですね、税金の無駄遣いするための法律としか思えないようなものでありました。心は女だと言い張る男が女子風呂に堂々と入れるようになってしまうんじゃないか、大変心配された法律を自民党が委員長一任なんていう奇抜な手を使って強行してしまいました。皆さんから預かった権力をですね、そんなことに使ってんですよ自民党は。竹島も何十年も戻ってきませんよね。放置ですよね。拉致被害者も北方領土も何も進んでおりませんよね、何十年も。これを許しているのも自民党ですよね。あとですね、国民健康保険、
国民健康保険といえば普通に考えて日本人健康保険のことじゃないかと思うんですけれども、これを外国人に使わせるという変なことやってるのは自民党ですよね。毎年ですね、数千人規模の失踪者を出して不法滞在者を増やし続けている外国人実習制度、これを30年間続けたのは自民党であります。実習制度をやめます、次は育成就労制度にしますなんてことを決めてしまいまして、日本の技能を学んでもらって世界に貢献するという建前を金繰り捨てました。次からはどんどん外国人労働者を輸入するぞ、育成就労制度を始めるぞなんてことも発表になっておりました。実はですね、外国人実習制度、アメリカの政府から奴隷貿易じゃねえけど散々非難されておりました。これを改めるどころかですね、よりパワーアップしてどんどん外国人を労働者として輸入しちゃうぞというのが自民党であります。こんなことしてたら日本人の給料上がらないですよ。労働力の供給を増やしていたら日本人の給料いつまでも上がらないですよ。働きたいと手を挙げる人が多ければ多いほど賃金下がっちゃいますよね。それと特定技能という恐ろしい制度があります。もちろんそれをやっているのは自民党です。これはですね、農業、漁業、林業といったですね、不人気な業種で働いてもらえば無期限で家族も日本にいてもいいという制度なんですけれども、考えたらこれ恐ろしいことであります。夫婦で来てですね、旦那さんが漁業で漁師をやるとすると、旦那さんの両親も連れてきた、奥さんの両親も連れてきた、旦那さんの兄弟2人連れてきた、奥さんの兄弟2人連れてきた、子供も3人いる、これが家族です。我々は家族ですから無期限にいてもいいんですよね。1人が漁業で働いてれば、こういうことになってしまいますよね。で、労働者を年間80万人入れると言ってますから、1人が9人の家族を連れてきたならば、たちまち800万人の外国人が日本に居続けられる、働けるという事態になってしまいます。ますます日本人の給料上がりません、これでは。それとですね、毎年毎年800万人ずつ増えていったらどうですか。あっという間に日本人が少数派になっちゃわないでしょうか。その時散々やらかしている自民党はですね、外国人に投票権あげないよ、きっぱりと跳ねつけることができるんでしょうか。私はそうは思えません。夫婦別姓、親子別姓であります。例えばお父さんとお母さんの名字が違うと、子供はどっちか選ばなくちゃいけないですよね。で、お父さんの名字を選びました。そうするとお母さんとは名字が違うということになります。ソ連でそれをやった結果ですね、親子の絆が薄まって子供がぐれて社会問題となりました。結婚の価値も下がってですね、離婚激増しました。で、結婚を繰り返しても別に心理的に負担にならないと、そういうわけで悪い男に騙されて何百万人もの少女が被害に遭いました。夫婦別姓、それをやるとこのような社会不安が起きたのがソ連の出来事でありました。さすがのソ連もですね、これには耐えられないということで、ありがとうございます。YouTube 見てます。ありがとうございます。
頑張って。ありがとうございます。靖国も見てました。ありがとうございます。ごめんね、ちょっと頑張って頑張って。ナイス。ソ連ですぐに戻したんですよ、元に。夫婦同姓に戻しました。夫婦別姓大失敗、これをですね、知らないのか、知っているけれども日本を混乱させたくて夫婦別姓を推しているのかって、選択制だから同姓も選べるんだからいいんじゃないかなんていう浅はかな意見もありますけれども、日本を混乱させたい勢力は同性を選んだ夫婦を攻撃しますよ。で、なんとなく別姓の方がかっこいいみたいなことをテレビでガンガン流すんですよ。別姓を選んだタレントなんかをもてはやすんですよ。そのようにして徐々に徐々に夫婦別姓の方がいいみたいにされてしまうんですよ。同性婚もそうであります。男同士で婚姻できる、結婚できるなんてことになったらですね、おじいちゃん介護しているですね、勝手に婚姻届を出してですね、おじいちゃんの財産を奪う、相続する、こんなことがたびたび起こるようになると思います。それと同性婚、同性婚でも部屋が借りれますみたいなことを渋谷区がやっちゃっておりますけれども、いかがなものでしょうか。同性婚はですね、子供が生まれないんですから、国家権力が保護するようなものでもないんですよね。それに今でも養子縁組という形で同性の方でも家族になれるではありませんか。今さら同性婚推進しなくてもいいじゃありませんか。これを推進している勢力はですね、介護のおじいちゃんの財産を奪おう、乗っ取ろう、こういう人らが推進しているものだと思っております。竹島韓国に奪われたままですね、そうしてみると韓国は日本の敵国っていうことになるんですけれども、普通に韓国人の皆さんは入国できてのんきに観光できてますよね。それを許しているのは自民党であります。北方領土取られっぱなしですよね。ロシア人は敵国人ですよね。でも普通に入国して観光できてますよね。それを許しているのが自民党であります。今ロシア国内をウクライナ人が観光できますでしょうか。できないですよね。おかしなことだと思いませんでしょうか。どうして島根県竹島を取られっぱなしの韓国を敵国認定しないんでしょうか。自民党おかしいですよね。どう考えてもおかしいであります。何十年も何十年も竹島も北方領土も拉致被害者も戻ってこない。自民党に任せていたらこの始末であります。自民党は皆さんから預かった権力を下着パーティーであるとかそういうのに使ってですね、我々が望むようなことには使っておりません。領土を取られっぱなし、別に実害はないじゃないかと言うかもしれませんけれども、お金あればそれでいいってものじゃないんですよ。飯が食えればそれでいい、それじゃ家畜じゃないですか。我々は家畜じゃないですよね。先祖伝来の我が国領土、北方領土、竹島、拉致被害者もそうですよ。それを取り戻さないことには我々の誇りも先祖からの名誉も失ったままであります。我々は家畜じゃないんですから、お金さえあればいい、飯が食えればいい、いい服着れればいい、そんなわけにいかないんですよ。自民党は我々から預かった権力を上手に使ってこの3つを早く奪還してもらいたいものであります。大分県でですね、イスラム教会というところが
土葬墓地を要求して大変な問題になっております。町の議会はと町長は OK みたいなこと言ってるんですけれども、隣町の人たちにしてみればたまったものではありません。近くを水源としている町が異議申し立てしておりましたけれども、大分県日出町は土葬墓地を断行するようであります。イスラムの方ですね、土葬じゃなくちゃ嫌だと言うんですけれども、ドイツあたりに住んでいるイスラム教徒の方々は生前から積み立てを行ってですね、亡くなったと遺体を祖国に送ってもらって祖国で埋葬するそうであります。日本でそれがなぜできないんでしょうか。おかしいですよね。日本人バカにして甘えているんじゃないか。そんなことを考えてしまいます。日本は湿度が高くて伝染病が蔓延しやすいので火葬にしなさい、法律で決まっております。そういう国に来ているのだから自分も火葬される覚悟をするべきですよね。おかしいと思いませんか。それとですね、イスラム教ではですね、他の宗教はみんなダメだからイスラム教に改宗させなさい、そんなことを書いてありまして、他の宗教を一切認めないという固くなな宗教になっております。コーランの方を日本の法律より優先するんですから、日本の法律を軽視していると、警察を何とも思っていない、これ川口市民の方の情報なんですけれども、川口にいる何千人かいるクルド人の評判ですね。昼間から公園にたむろしていて怖い、ゴミ捨てルールを守らない、日本人女性に強引なナンパを仕掛ける、車に連れ込まれそうになる、これが今の川口のクルド人の実態であります。自民党がですね、何を土地狂ったのか、日本生まれの不法滞在者であっても日本で生まれた子供の保護者は特別に在留資格をやるなんてことを始めてしまったもんですから、不法滞在者のクルド人、片山さつきさんによればほぼ難民申請中の不法滞在者ばかりだそうであります。川口のクルド人は、そうするとですね、親になりたい、親になれば日本で子供を産ませれば居座れるとなってですね、強姦してでも産ませたいっていう手段に出てくるのは間違いありません。現にですね、つい最近女子中学生がクルド人に強姦されて逮捕されておりました。日本で子供を産ませたもん勝ちみたいな、日本で子供を産んでしまえば居座れるみたいな、そんなバカなことをやってるのが自民党なんですよ。クルド人も大概ですけれども、法律守んないクルド人はですけれども、自民党も大概であります。今日本人の女性が危険にさらされております。日本で子供を産んだ不法滞在者は居座れる、こんなバカなことを今すぐやめてもらいたいものであります。自民党は少子化問題は国家の危機だなんて言っておりますけれども、子供を増やすためには女性は家庭で輝いてもらわないと子供増えるわけないですよね。ところがどうでしょう、自民党は女性が輝ける社会をなんて言ってですね、女性を家庭から追い出して少子化を促進してますよね。そんなおかしなことをやってるのが自民党であります。女性が家庭で輝かないと子供増えないんですよ。社会で輝いてる場合ではないんですよ。男女共同参画事業の年の予算いくらか皆さんご存知でしょうか。なんだかんだで年間10兆円らしいんですよね。10兆円あったら相当なことが
できると思いませんか。10兆円あったら消費税 2% ぐらいにできますよね。消費税 2% になった方が経済が回って皆さん豊かになって子供も生まれるようになると思いませんか。少子化対策少子化対策といってですね、その実少子化になるようになるように女も社会で働け、こんなことをやってるのが自民党なのであります。おかしいと思います私は。